皆さんこんにちは。今日もこの時間がやってきました。今日の実況は私西岡、解説にはおなじみとなりました堀池拓実さんをお迎えしてお送りします。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ファールです。このプレーはどうでしょう。ディフェンスに当たった。モーリス・ベレー、これで決まりだ。中にボールが入る。なんとかボールをクリアしました。つまらないミスでボールを失いました。これは覚悟のファールじゃないかと思われます。試合はまだ始まったばかりですが、早くもイエローが出されてしまいました。もったいなかったですが、それはそれとして今のプレーでイエローカードという基準を覚えておいたがいいですよ。テッティ、ミッドフィールドでボールを取りました。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが上がった。ここは押し出します。モーリス・ベレー、攻撃に移りたい。シュート、このシュートを弾いた。このシュートはちょっと強引すぎたか。ロングシュートを狙いましたが、これは外れました。思い切ったプレーは大切ですが、もっとよく狙って打つべきでしょう。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。チャプロ、これは残念。ボールを手放してしまいました。これはちょっと軽い守備ですよ。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。これはどうなりますか。シュート、ゴール、ゴール。ずいぶんと簡単そうにゴールしましたね。そうですね。あそこまで崩されてしまうとキーパーも打つ手がないですよね。中盤で奪いました。モーリス・ベレー、ディフェンスをかわした。チャプロ、もったいない形でボールを渡してしまいました。バートン、モーリス・ベレー、
危険な位置です。緊張感が増してきます。ここでシュート、ヘディングでのパス入るか、しっかりキャッチ。サイドチェンジしました。オフサイドの判定です。モーリス・ベレで今日2ゴール、最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。ファールです。主審の判断はどうでしょう。レフリーイエローカードを提示します。これはちょっと無茶なシュートでした。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。後半戦の開始です。ボールはキーパーの手の中へ。これで落ち着くんじゃないですか。ワーノック、テッティ、ゴール前に入ってきた。どうなる？イエス！ゴール決まった！決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。ワンサイドゲームとなってしまいました。シュート！いやこれはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしていますからね。しまったと思ってるんじゃないでしょうかね。モーリス・ベレー、つまらないミスでボールを失いました。前方に運びました。スローインです。
バートン、振り抜いた。これは入らない。シュートはミスになりました。もう一回同じ形を作らせたら危ないですよ。競り合いになりました。がっちりキャッチです。これは来た。シュートはポストをわずかに外れます。モーリス・ベレー、果敢に仕掛けてボールを奪いました。笛が鳴ってこれはファール。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。叩いて渡すこともできます。テッティ、もったいない形でボールを渡してしまいました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。決めに来た。どうしますか。これはもったいない。ボールを失いました。前方が開けていないか。パス、選択肢は一つだけではありません。このプレーはオフサイドです。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。エレーラ。